드디어 마지막 장 15장입니다. 출세의 말로. 출세의 말로 어떻게 될까? 일단 아오키류는 개박살나고 끝나겠지만 어떻게 끝난지가 좀 궁금하네요. 아, 쿠메 쟤안 때렸었어? 長年ブリーチジャパン横浜支部長としてグレーゾーンを糾弾してまいりました。青臭い理想論者だと笑われくじけそうになったこともありました。それでも今あの青木都知事が最も信頼できる人物としているのがこの久米壮太でございます。ここ神奈川2区だけではありません。久米壮太には青木都知事をはじめ全国各地にブリーチジャパンの仲間たちが共に立ち上がってくれています。民事党は本気です。もういかがわしいグレーゾーンは許さない。日本全国一つもたりとも残さない。久米壮太が青木亮と共に起こす新しい波はこの日本を生まれ変わらせます。皆さんの清き一票を勇気に変えてブリーチジャパン日本をきれいにしましょう。그래서 이 집안내는 어떻게 되는데? 자, 여러분. 이해됐까? 思い出してください. 2년 전, どうせこの街は本気で浄化などされるわけがないと 多くの人々が分かっていらっしゃいました. 모리카와 カムロ町だってどうせお飾りになってしまうだろうとみんなが思っていました。しかし今はどうでしょう。東条会という昔ながらの暴力団はもう一人として残っていません。カムロ町は徹底的に正義を成し遂げた町として生まれ変わったじゃありませんか。それは日本中どこででもやれるはずなんです。ブリーチジャパンを合言葉に民事党は青木幹事長のもとで生まれ変わろうとしているんです。この後知事には車の上に出られて3分間応援演説をしていただきます。それから新宿を出てまた移動になりますが知事にはどうしたの。すみません、知事ではなく幹事長とお呼びした方がよろしいですよね。そうか、呼び方を気にさせてしまったか。じゃあまあ목소리는개좋아。これまで通り知事にしとこう。短くて呼びやすいしね。気遣いさせてしまってごめんよ。そんな、わ、진짜겉으로보이는모습은개착해。비서지금반했어살짝어난방가아닌가이집안인가왜누덕이야누구야누군데누덕이야똥던지러왔니아난방아니겠다テレビの中継はもちろん多数来ています。昼からずっと知事の応援演説を待ち構えておいでで。そうか。なんだか夢みたいだよ。え？今までの私は妖怪じみた他の先生方に囲まれながら自分が権力を手に入れることに必死だった。そのためにはまあ多少ずるいこともした。まさか知事に限ってそんな。いや、
本当だよ知事。本当さ。まあほんの少し、ほんの少しだけなんだけどね。でも私には目標があったんだ。理想の正義をお題目で語ることしかできなかった連中と違って、実際に成し遂げる人間になるという目標が、そして今の私には、それだけの力が終わりになる。それは正しいことです。え？先生、みんなそうです。全くズルをしていない人間なんて多分世界のどこにもいません。やびやん수준이아니라서그렇지마。理想があって、아무것도모르면서、そしてそれを実現する以上、場合によっては多少の犠牲だって必要になる。それは歴史も証明していることです。お、君、すみません、私出しゃばったことを。いいんだ、ありがとう。頑張るよ。さ、そろそろ演説の時間だ。はい。知事が目指す正義のお話を国民にしてあげてください。ああ、そうしよう。너무푹빠지셨네우리비서양それではお待たせしました。ご紹介します。青木先生はご存知のように現職の都知事ですが、荻窪先生の後任として民事党の幹事長にもなられています。全国を飛び回ってご多忙の中、決戦を明日に控えてここ神室町へ応援に駆けつけてくださいました。皆さん、ただいまご紹介に預かりました青木亮です。ありがとうございます。ありがとうございます。皆様からの熱いご支援の声、深く感謝申し上げます。神室町の皆さん、突然失礼いたします。一番にね、절대죽으면안되지내용이안끝나서난어그로는시계끌었다잉나이정도
あんたは沢城の頭に親父さんを殺すよう指示を出した。おとぼけはなしですよ。頭本人からそう聞いたんです。で、実はその指示をしてる声を録音したデータがミレニアムタワーの荒川組事務所にあると頭から聞きました。ブラネ、明日俺らは投票が終わるまでにそいつをいただきに参上します。そしてネットに流して札にもマスコミにも渡す。ブラチャーさん、결판낼라고그러네。することになりますね。わか、本当にそんなものがあるならわざわざ俺に予告する。あ、머리좋아。何のハッタリだ。そう思うならそれでも結構ですよ。おやさんは最後まで若のことをずっと気にかけてました。沢城の頭も同じです。でもそれがあだになり、お前は大きな思い違いをするようになった。てめえだけは何やっても許される存在だったな。でもそりゃ이제다받아주고애를키우면저렇게돼。やはり選挙というものは魔物です。何が起きるかわかりませんね。春日候補からの素晴らしい宣戦布告でした。正々堂々とはちょっと言いにくいところではありますが。너는짜증나니까정정당당이란얘기를하지마라。예오니크、俺のテレビ映りどうだった？バッチリかましてきてやったぜ。ネットでも大盛り上がりだよ。一番ただね、あいにく君に好意的な声は少ないんだよ。私もおぐろしげくらすにか。だろうよ、若と並んでる時は俺いつだって悪役なんでね。そんなの気にならねえよ。ずいぶんご機嫌ね。ねえ、青木亮の反応は上々だったからな。計画通りだよ。オーケーオーケー。こっちはさっき場所を変えたよ。君らもカムロ町にアジトが必要だろ。チャンピオン街のスナックアテンシって店だ。あ、アチャンさんもママとはちょっといい仲なんだよ。ハルティー関係あいじゃん。アテンシか。分かった。4シリーズで맨날갔던것같은데。재밌게흘러가네。정치판을넣어서。뭐해아드디어카무로초로왔어요。어쨌든어최종국면인듯하군。그런너에게좋은정보를주지。극장앞광장앞에하수도로이어지는맨홀이있는데그안이지금밖으로좀처럼나오지않는강적들의아지트가된것같아。관계자들사이에선카무로초지하던전이라고하더군。라스트보스를쓰러뜨리기전실력키우는데딱아냐。레어야쿠몬도나온다고하니꼭한번가봐。난자네편이야。지지말라고카스가있지만。카무로초지하던전이개방되었습니다。던전은예전에카무로초의평안루에갔을때사용했던극장앞광장뒤편맨홀을통해갈수있습니다。희소한소재나아이템도입수할수있으니실력닦으러꼭가보십시오。어가봐야죠。근데직업바꾸려면다시이진초로가야되나。아너무귀찮은데이거는。어우극혐。야이게얼마만에카무로초야。용과같이세븐에서는지금내플레이타임이몇시간됐나。64시간째니까대충한60시간째인것같은데。60시간만사실그거보다안됐을거예요。카무로초에서프롤로그보내고1장잠깐하고바로이진초로넘어갔으니까。게임흐름자체가何とは言わないけれど面白い名前のお店多いよね。でも名前の面白さで客足って変わるのかしら。名前の良し悪しっていうよりバリウマ客の足を止めることが大事なんだ。どの店にするか悩んだ時は
目に留まったところに人は入りやすい。パラダイス。なるほどね。てっきりライバル店で大喜利してるのかと思った。そんな体を張ったギャグはしねえだろう。한판으로장명대결하는데가어딨어세상에야여긴진짜뒷골목같다딱히카무로초에는템같은거안나뒀나봐요굳이싸울필요없잖아아저왜카무로초지하던가보다근데지하던전가기전에30레벨찍어서직업바꾸고가는게좋을것같긴한데어동생의배치다아아니네중금속이네근데지금무기업그레이드재료는사실상빈캔말고는다모아둔거나다름없어서딱히뭐새로먹을필요가없거든요일단오랜만에카무르초를이렇게딱오긴했는데제가공교롭게도지금좀전에배달시킨음식이와서그걸먹고좀출발해야될것같아요그러니까일단여기서도팍팍팍벗어가겠습니다지금본의아니게이걸또끊어버려다음파트에서이어갈게요바로